はい、こんにちは、豆と申します。龍太郎電機木積山編、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、これね、速攻で分かりました。壺八が青、緑、白、赤と書いてるので、その青、緑、白、赤順に話しかければいいみたいですね。青、緑ってどこだっけ、こっちかな。待って、これ白だよね。青、緑、間違えた。これダメかな。白、赤。あ、オッケーオッケー。壺八ちゃんたちが、道を開けてくれたのかな。ということで行きましょう。相変わらず、お寝声です。床が崩れてるね、と。お？何か聞こえない？鬼がいる。やい、日吉家。お前の仲間たちはすでに我らが手中にあり。取り返したければ地下まで来るんだ。完全に罠じゃないですか。そんな、もしかして師匠たちが？どこ行くの？師匠たちを助けないと。ダメだよ。あんなの絶対罠に決まってる。本当に捕まってるかもわからないんだよ。そうなんだけど。それでも嫌な予感がするの。もともと私の家が巻き込んじゃったんだし、見捨てるわけにもいかないよ。はあ、わかったよ。その代わり、僕も一緒に行くからね。優しいな、翔太くん。ということで、じゃあセーブしていきましょうかね。ここはまだ取ったこ、ちょっと近い、あい、ごめんなさい。こっちか。お、なんか落ちてる。あそこに何か落ちてる。あれは僕のマガ玉。お、え、ツボハチ仲間、ちょっと。え、どれに入ってるだろう。っていう掛け軸の良さが分かってきたかも。気になるものはないか。どれだろう。空っぽ。あ、これ動かなかったよね。これさ、自分から動いてくれるからさ、止まってたらいつかさ。やっぱり見つかってよかったね。赤いマガ玉を手に入れたと。こうね、こういういたずらもね、時にはしますよね、妖怪は。妖怪の武士道、ゆきちゃんが喜びそうだね。やっぱりね、ゆきさんが好きそうな言葉だね。師匠から、師匠を布団から出すのは本当に大変なんだよね。ねえ。なんか、声をかけないと永遠に眠りそうですよね。何か書いてあるね。こちら開ければ、あちらが閉まる。こちら閉まれば、あちらが開く。何のことだろう。何のことだろうね。なんか、開かないか。くぼみに、マガ玉がはまってるけど、片方しかないね。これはもしかして、翔太さん、使わせていただきます。あ！龍太郎？ああ、ユキか。ちょっと、まだ動いたら。まだ少しぼーっとするが、大丈夫そうだ。それよりここは？ガキたちに連れてこられたんだけど、どこにも出口がなくて。あいつらの結界で閉じ込められてるみたいだな。罠か。ここでじっとしているよりはいいかもね。リュートルはまだ無理しないでよ。わかった、そういうことか、謎解きが。はい。キューキーを入力することで操作権を秋名に
噛み方がひどい。秋の操作中は雪に切り替えることができます。了解しました。あっちが開けばこっちが閉じるってそういうことなんだね。昔話をまとめた書物が置いてある。懐かしいな。私はかぐや姫が好きだったかな。私は何が好きだったかな。お腹がそしてぐるぐるぐる。この壺はいまいちだ。いいからおとなしくしてなさい。ポチッとな。まあとりあえず開かなくなったので、アキナちゃんに変わりましょう。うわぁ。うわぁ。中二病かな？お？お？え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 ？どういうこと？え？え？何？え、まあまあ、よくわからないので、先に行きましょう、先に。この先へ進んだらもう戻れない気が。え、謎解きも始まってるの？もう一回進んでみれば。よくわかんない。だってこれさ、なんかヒントとかあった？お前の部屋で。かぐや姫？かぐや姫？あ、これさ、全部さ、とりあえず、全部さ、まず。とりあえず全部を。よし。これで行くぜ。よくわからないが先に進むぜ。はい。何が待ってるんだ。餌にかかったみたいだな。ということでお前らはもう様子見だ。貴様ユキ、次はお前だよ。ユキは任せておけ。お前は行け。どうするんだ。なんでだよ。お前だってまだ作りたい作品があったんだろ。これがわからない。これが全くわからない。とりあえず十二支っていうのはわかるんだけど、何？わかんないんだけど。ちょっともう一回こっちに変わって、これを押したことによってこっちで何かが変わってるとか、押すことによって、ん？かぐや姫、かぐや姫は何か関係あるのかな。わかんないよ。この壺はいまいちだ。押した状態で変わる。どっかなんか違う場所ある？ないよね。ないよね。わかんない。どうしよう。ちょっと考えてきますか。うん。考えてきます。あ、え、え、あ、こんなんあった。ねえ、なんか新しい場所に来た、だったけど。これは、陰陽道に関する書物。なんでこんなところに。自分が写っている。ん？歩き疲れたし、師匠じゃないけどゴロゴロしたいな。そうだね。もう、てんてこまいでございます。ただの仏壇みたいだね。ん？仏壇に、あっちが開けばこっちが閉じる。ん？このまんまじゃあ、これを押さないで、あ、え？え？え？あ、なんか面白いんだけど。どういうこと？どこで音がしたんだろう。え、ただの仏壇みたい。特にこっち側は変わってはないんですね。じゃあ
次は向こう側に。なーい、なんだ面白い。あれ、さっきの人形ちゃんじゃない？おやおや、今日はいろんな人間に会うね。はい。他にも誰かに会ったの？赤髪のお姉ちゃんに会ったよ。お札を剥がして自由にしてくれたんだ。そんなおせっかいするのはアキナぐらいだな。アキナちゃんって言うんだ。そういえば名前も聞いてなかったかも。お姉さんたちもお名前教えてよ。私はユキよ。龍太郎だ。お兄ちゃん龍太郎って言うの？すごいすごい。なんだろう。お兄ちゃんと私の名前をくっつけたら、あの伝説の英雄になるよね。伝説の英雄？うん。あいつらを倒すには仲間の力が必要だけどね。どういうことだろう。伝説の英雄？喉乾いたな、飲んでもいいんじゃない？ちょっと休むなんて言わない、ここで寝たら大ごと。なんだって？三体の仲間が必要だけど。スモモ、スモモと龍太郎、スモモと龍太郎。とりあえずこれがあの十二支と関係してるんだろうね。三体の仲間、やべえ、わかんない。はい、なんとなくわかりました。龍太郎とスモモで、多分桃太郎って意味じゃないのかな。で、多分三体の仲間っていうのは犬猿キジじゃないですかね。もう最近桃太郎伝説ね、やっとまた進めましたので。ということで、猿でしょ、犬でしょ、鳥、これでいいんじゃない？きたー、いけるのかな、進んでいいのかな。セーブして、とりあえず。よし、行くぜ。はい、戻れないような気がするということで進みましょう。餌にかかったみたいだな。とということは、お前らはもう用済みだと。貴様、ユキ、次はお前だよっと。ユキは任せておけ、お前は行け、ということで行きます。龍太郎行きます。アキナちゃん大丈夫かな。え、なんでだよ。え、という夢を見たので、という夢をね、なんか見ちゃったので、ちょっと違うところに行ってみましょうかね。お、そっか、これで人形ちゃんのところに行ったら何かあるのかな。お、なんかできてる道が。鬼が、誰がやったんだ。刀は返してもらうね。お、あの人じゃん。なんだっけ、あの時に出てきた。これは、あ、そっか、ゆきちゃんが刀を持ったから、もうこれで行っていいんだよね、多分。もう夢のようなことは起きないよね。はい、行きます。いいんじゃない。お、来た来た来た。あきな姉ちゃん、やっと会えたな、日吉家。お前らに封印されてから、数百年、我々の恨みは一瞬たりとも消えることはなかった。今日という今日は、我ら一族にとって忘れられない日になるだろう。お前らの血で祝杯をあげる。よく喋るね。おとなしく従っていればよかったものを、我らの邪魔をしやがって。アキナ姉ちゃん、立って逃げて。あいつの目的はお姉ちゃんなんだよな。わかってるんだけど、腰に力が入らなくて。邪魔だ。え、翔太くん、
邪魔者もいなくなったし。聞かせないぞ。翔太くん、どうして私のためにそこまでしてくれるの？僕がそうしたいと思うから、明菜姉ちゃんを守るんだ。貴様。よく言った。あとは私たちに任せて、ユキちゃんたちか。かっこいい。我ら一族の念頭が。そんなもん永遠に果たせるか。血だらけだよ、お兄ちゃん。ユキさんにお兄ちゃん。みんな無事だったんだね。って、お兄ちゃんひどい傷じゃない。ああ、いろいろあってな。大丈夫か？龍太郎の推測が当たってるんだけど。あきなぁ！って、ぐ、あきな、今行く。シリアスから急にギャグになったんだけど、いろいろあったんだ。鶏肉ちゃんは見抜いてる感じかな。なんだ、アキナを探すのに少し無茶しすぎたか。お前のせいかよ。ああ、もう、こんな旅館からはさっさと脱出するよ。あいつらがまだいるかもしれないし、私から離れないでよ。すごい！圧巻だ。ああ、翔太くん10歳。かわいい。もうね、はい、ごめんなさい。ね、ショタコン言われるからね。さあ、駆け抜けるよ。私から離れないで。ユキちゃんについていけばいいんですね、じゃあ。はい。キュッとね。やばいやばい、来てる。鬼。やばい。ユキちゃんなんかそんな蛇行運転しないで。先に行って。はい、はい、ごめんなさい。頑張ります。ちょっと一旦ここで終わっとっていいですか。時間が気になるので。じゃあということで今回はやっちゃった。終われない。じゃあここを抜けるまでやりますか。じゃあもうね。ちょやばい、蛇行運転するから逃げて。はい、先に行く。走る。え？はい、ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。